ロシアによる卑劣なウクライナ侵攻で、ロシアやベラルーシのスポーツ選手たちは試合から除外されるという苦しみを味わっています。 F1 ではハースのロシア人ドライバーニキータ・マゼピンの出場を認める措置を発表していますが、父親が経営するウラルカリ社がメインスポンサーであるため、スムーズに今後も起用し続けるというわけにもいきません。仮にハース側が資金的な問題をクリアしたとしても、すでにイギリスはロシア人ドライバーの出場を認めないと発表しており、オーストラリアも同様の措置を検討しているといいます。つまり普通に考えればマゼピンはチームから解雇され、シートを喪失するのは時間の問題なのです。今回はマゼピンの代役について考えてみました。ハースの親分ことギュンター・シュタイナーさんはこう語っています。もしニキータが走れなくなった場合、我々が最初に声をかけるのはピエトロだろう。彼はこの数年間我々と一緒に仕事をしてきたが、それには理由がある。レギュラードライバーに何かあった場合のリザーブドライバーとして彼はそばにいるのだ。彼はチームやマシンのことをよく知っている。今の時点でピエトロ以上の存在はいない。このようにもしマゼピンがシートを喪失したとしたら、リザーブドライバーのピエトロ・フィッティパルディがそのままレギュラードライバーに昇格すると見られています。しかし F1 の世界ではリザーブドライバーがそのままシーズンを通してレギュラーになるケースは少ないと言えるかもしれません。王者メルセデスに至ってはエースのハミルトンが新型コロナウイルスに感染した時も、実力派リザーブドライバーのストフェル・バンドーンやニック・デフリースを差し置いて、当時ウィリアムズのレギュラードライバーだったジョージ・ラッセルを代役にしています。現在25歳のピエトロ・フィッティパルディは、若年化が進む現代の F1 では決して若いとは言えず、下位カテゴリーでのタイトルは2017年のフォーミュラルノー 3.5 シリーズのワールドシリーズフォーミュラ V8 3.5 が最後となっており、その後は米国のインディーや日本のスーパーフォーミュラ DTM、 WEC に参戦するも一勝も挙げることはできていません。個人的には2019-20 シーズンにフル参戦した F3 アジア選手権で計15レース中表彰台に1回しか登れず、未勝利のままランキング5位で終わっていたのが痛かったと思っています。フィッティパルディという名前もあり、様々なカテゴリーでの出走が可能でしたが、残念ながら強烈なインパクトを残していないドライバーといえます。ピエトロ・フィッティパルディは2020年のバーレーングランプリの大クラッシュで火傷を負ったグロージャンの代役として F1 で計2戦のスポット参戦を果たしています。しかしこの時のように急遽求められたシートに座ることはできても、長いシーズンを通したレギュラードライバーは厳しいのではないでしょうか。ニキータ・マゼピンはウラルカリの強力な資金力をバックに F1 のシートを掴んだと言えますが、FIA が定めたスーパーライセンスの発給条件を自らの手でクリアしているドライバーです。ピエトロ・フィッティパルディは2020年に F1 で2戦の出走経験もあるので、全くの新人ではありません。つまり早い段階でマゼピンと比較される可能性もあると思います。そうなった場合、レギュラードライバーで2020年の F2 チャンピオンのミック・シューマッハとの差が大きければ、チームはさらなる代役を求めるかもしれません。ハースはタイトルスポンサーのウラルカリを失うことになると思うので、持参金を持ち込むドライバーを求めていると言えます。通常のシーズンであれば、昨年までレギュラードライバーだったアントニオ・ジョビナッツィが有力で、すでに代役候補に挙げられていますが、今シーズンはこれまでとは全く違うドライビングが求められるマシンになっているので、2020年までハースのドライバーだったケビン・マグヌッセンや F1 浪人生とも言えるニコ・ヒルケンベルグも候補になり得るのではないでしょうか。ニコ・ヒルケンベルグならレギュレーション変更による変化にもうまく対応できるような気がしますが、彼はアストン・マーティンにリザーブドライバーとしてキープされているので、現実的には難しいと思われます。ハースはフェラーリのパワーユニットを使用しているので、フェラーリ所属のドライバーも考えられますが、実力派のロバート・シュワルツマンもロシア人なので、残念ながら今後のレース人生は読めない状況となっています。ジョビナッツィは今シーズンからフォーミュラ E に転向していますが、フェラーリとの関係を継続しており、F1 フェラーリのリザーブドライバーも兼任することになっています。
そのため可能性的にはあると思いますが、アルファロメオよりも戦闘力が低い可能性のあるハースのシートは、28歳のジョビナッツィにとってはあまり魅力のないものかもしれません。個人的にはルノー・アルピーヌが少なからず持参金を用意して、リザーブドライバーのオスカー・ピアストリに経験を積ませてほしいと思っています。決して早いとは言えないハースであれば、ストレスフリーで経験を積むことができ、2020年の F2 チャンピオンと2021年の F2 チャンピオンといういろんな意味で魅力的なドライバーラインナップになるのではないでしょうか。しかしハースのファクトリーはフェラーリの本拠地であるマラネロにあるため、他メーカー所属のドライバーは避けたいと考えるかもしれません。今後も彼らはフェラーリとの関係を強化していくと思われ、今シーズンからインディーに転向しフェラーリとの関係を維持しているカラムアイロットは、今後活躍できるかもしれないインディーを捨て F1 の下位チームのハースのシートを手にすることは考えにくいです。つまり現在のフェラーリ系のドライバーにはハースのレギュラーシートの適任者はいないと言えるのです。このようにニキータ・マゼピンの代役候補にはたくさんのドライバーの名前が噂されてはいますが、現実的にはピエトロ・フィッティパルディが最有力で、その次は期待を込めてオスカー・ピアストリかなと思っています。ベテラン勢にもう一度チャンスを与えてほしいという気持ちはありますが、やはり今シーズンも下位に沈みそうなハースということもあるので、 F1 の世界になれることを目的とした若手ドライバーに経験を積ませてほしいと思います。ハースは昨年のシーズン中のマシン開発をせず、今シーズンに集中していました。まだテストの段階なので何とも言えない部分はありますが、今のところ思うような成果は得られていないような気がします。そうなると今シーズンも下位グループでの苦戦が予想され、さらにウラルカリからの潤沢な資金もなくなるため、一切マシン開発ができない可能性も出てきたといえます。この状況が来年から一変する可能性も低いと思うので、やはり資金力、注目度のあるアンドレッティグローバルへの売却がベストかもしれませんね。マゼピンとシュワルツマンの未来は独裁者によって完全に閉ざされる可能性も出てきましたが、今後何かしら良い解決案があるといいですね。このような不測の事態はモータースポーツ全体の未来にも大きな影響を及ぼしそうですね。このままいったらロシアの様々な競技のスポーツ選手たちはどうなってしまうのでしょうか。皆さんはマゼピンの代役は誰になってほしいですか。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。